タッチ受けにドライバー使うのが漬物は強い。おお。ちょっとパンクさんこれ雰囲気でやってるでしょこの人。あの台強いんかな。いや。さあラウンドが終わりましたがまだまだこれからといったところでしょうか。参考にならんわ。今回生贄となるのはどちらだ。エクストリームバトルはできんのかな。さあ試合開始。実況解説は R でお送り。プラ1。どんな戦いが見られるの。え、ちょっと待って。ん？ちょっと待って今あれ戻どうやって戻んねやろこれ。なんかプラ1なんじゃなかった今。相手がってことか。いや相手がってことか。さすがにあれがプラ1なわけないの。えプラ1なんこれ。え？え何あれ？ジャックパン？次はどうする？ジミーお前プラスなの？え？あ。画面端を維持することでダメージ。タッチビプラス1なんや。許されてるんや一応中央棋で有利ってこのゲーム。あってことはキャラ特性なんやそれは。固めゲーですねじゃあ。ってことは新しいキャラもそういうキャラが出てくる可能性あるってことで。ああそうなんやね。いやなんか俺そういうルールと思ってた。基本的にもう全部ゴブなんやと思ってた。お台形プラ2や。え、ジュリプラス2なん。あ、じゃあキャラ特性なんや。勘違いしたわ俺。タッチゲーすげえ強いんですよ。2発目からいけた。あーじゃあ面白そうやな。固めたい人はジュリとかジェイミー使えってことか。タッチ受けにドライバー使うのが漬物は強い。おおちょっとパンクさんこれ雰囲気でやってるでしょこの人。いやいやいや雰囲気完全に。剣はガージプラス一つもないね。あでもあの指格やな。強力格差し返しがうまいねんけどさこれね。2本これ2杯目は何もないかな。中断これ暴れてる。4本きた。こっからっすね。はい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 。あー使わないんだ。あー困らないか。おいー、おーガード間に合ったマジで。あ今のあれか。そうね、あのねドライブダッシュパリーダッシュとさインパクトの見分けマジ使えへんねんな。やっぱパンクぐらい不損やともうあれなんやろな。え今何したん。何した今。なんで買ってんの今の。え今何した。ちょっと待って。えバクステか。バクステして CA。 なんかあのパンクってバーンアウトしても俺勝てるよされても勝てるよみたいな雰囲気あるもんな。それがどうかしましたかみたいな感じするような。今の内容でパン買ってんのやばいな。とりあえずジェイミー的な噂は何も感じなかったな。我が輩を楽しませてくれ。さあファーストラウンド注目していきましょう。何事も最初が肝心なのか。最初がな。どう試合を作っていくか重要な立ち上がり。さあ張り切っていってもらえる。別にあのジェイミーがうまいわけでもなくキンバリの対策ができてるわけでもないなこれ。でも一生ファン勝ってるっていう。さあ一気に壁際に連れ込んだドライブゲージ。何やねんこのタイヤ足。ここから試合が動きそうだ。
お、空対価高いねんな、JB は。で、あの中足劣化が、マイナー6なんですけど、先端やと好きないんですよ。でも陣内とか入んのかな。あの台強いんかな。いや。さあラウンドが終わりましたが、まだまだこれからといったところでしょうか。参考にならんわ。なるほど、そうですね。ここからも注目していきましょう。あー、これ飲めるんや。さあ追い詰めた。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。全部食らってるもんこれ。もっと受け止めながら。いざ、この調子だ。ここでな、回復するのが強いよね。あの演出中にゲージが、あ、しゃがみコマンで落ちんねや。あ、しゃがみコマンで落ちんのいいな、あれスキップ。おお、しっかりしっかりいきましたね。おお、キンバリーの方がうまく見えますね。なんかこの2試合だけ見たらキンバリーが引かれたみたいなね。でも実際バトルログ見たら一生連勝してますからね、ジェイミーが。で、まあ最後フィニッシュは上手かったですね。